どうもこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回の新機体は、またないことでおなじみのアンディことハイゴッグ、星2のピックアップなど爆死大安からすれば、引き当てることなど造作もない。嫌な予感がしてきやがったぜ。星2は一見当てやすいですが、母数が多いから実俳優ほど当てやすくもないのでは。おっしゃー。久々のガシャ成し遂げ、もう毎回こうしてくれー。時間が惜しいぜ、早速実戦行きましょう。特殊演出発信から始まるちくわオンライン始めていきましょう。ハイゴッグは350コストの汎用機、格闘よりは射撃よりで足回りは良好。アーマーはこのわがままボディの割には高くなく、少し前に出ると蒸発必至。ハイゴッグといえばちくわ、その力見せつける時は今。765個あるちくわ必殺剣、その中でも高等奥義の全ての敵を巻き込む滅びのバーストちくわ。弾速は遅いですが、爆風は結構あるので武装としてはそんなに当てにくくもないちくわ。どちらかというと問題は左手に装着しており、手も伸ばさずに撃つので、めっちゃ左から弾が出ることと発射位置が低すぎて高低差に弱すぎること。その他の武装は高速連射のビームカノンに、よろけを取れる魚雷、マシンキャノンに格闘ですね。あ、やってもうた。これは雑魚プレイング。スキルはマニューバーアーマーや緊急回避を持っており、ダッシュしながら魚雷は撃てるため、ゴリ押し魚雷ダッシュからの格闘も可能、できるとは言っていない。この機体の一番の弱点はヒットボックスのヤバさ。中距離でもガンガン当てられるし、そして使っててめちゃくちゃきついのは異常なヘイトの高さ。いつもなら味方もいるし大丈夫やろですが、ハイゴッグは味方がいても真っ先に狙われるので被弾率が凄まじい。のこのこ近づいてきやがったな。このままでは味方が、間に合いません強行サンディー。そんなに高低差ないのに余裕で地面に座れるちくわ、なぜ腕を伸ばして撃たないのか、とまあこんな感じで場所の制約などをめっちゃ受ける割に、実はそんなに威力高くないちくわ、かといって武器切り替えのディレイは長いので追撃にも不向き、困ったぜ。ビームカノンはご覧のように高速連射で蓄積よろけを取りやすく、ちくわなしで戦った方がいいのでは、それアンディの前でも同じこと言えんの。ちなみにちくわは左から撃ちますが、魚雷はボディから、そしてなんとビームカノンは、右から撃ったり左から撃ったりするのでこれまた場所の制約がやばい。格闘は連撃制御ないですが下格闘が自動で2段式、結構ダメージも出て、最速で叩き込めば下格闘で4回当たるっぽいので、マニューバーアーマーとダッシュ魚雷を活かした下格アンディがワンチャンあるかもしれない。ただ被弾率の影響で蓄積よろけが発生しやすく、俺のマニューバーアーマーどこ？ってなりがちなのは検索再現緊急回避。原作でも漢字無盾にしながらこんな感じの動きしてた気がする。うろ覚え。ジカーテ新鮮なちくわいかがですか？ん？ 2411 ダメージ、しょぼい。支援機とハイエしょぼくないですか？どうですか？とハイエガンダムオンラインのちくわの効果力が脳裏にやっついてるだけで、実はガンダム界隈においてちくわがロマン武器という考えがあるのは、ガンオン勢だけなのかもしれない。なんでもいいんですが引っ殺されてますね。まあいつも引っ殺してる試合ばかりではモニターの前のうんちるも飽きると思うので、たまにハマケイッタもいいでしょう。ちくわ難しすぎわろたー。これは使いごなしがいがあるぜ。生地肩越し視点なんで射線が通るのか通らないのかの判断も難しいですね。これは回数こなして慣れるしかないな。マシンキャノンがそこそこ強力なんですが、リロードを忘れがちで損することが多いので、手の空いた時はすぐマシンキャノンリロードした方がいいと思いますね。これが噂のマシンキャノン、射撃個性も相まって、まさしくそこそこなのである。後ろ側に孤立している敵、イケチクは、忌まわしい発射位置とともに、いや壁すれすぎはロター、壁強すぎるやろ新機体壁実装しろ。遮蔽物のない砂漠がこの機体向いてるかと思いましたが、案外遮蔽物あるし高低差も多くあんまりかもな。これは、飛
くわのポジティブキャンペーンのチャンス。OK、射精物自爆以外全弾命中してるので実質全部当たってますね。自爆は脳幹、脳幹、引き裂いてくれる。はい、これがマニューバーアンディ魚雷下角ストリームですね。魚雷から下角は結構むずいですが、相手からすると対処のしようがないので、タイマンならこのダッシュ魚雷されたらショットガン以外対抗できないんじゃないかな。ちなみにショットガンはマニューバーアーマー効かない上に、めっちゃこの機体当たるので、イフリートを見たら悪いことは言わないので逃げましょう。逆に言うとイフリートのルストはこの機体、めっちゃカモなんで狙いましょうって感じですね。おいおい死んだわこれ。あれ、許された。終了。はい、あんなにちくわミスったのに3冠もらえましたね。あれ、敗北使いこなせれば強いのでは。多分気のせいですねー。ステージ変えてもう一戦行ってみましょう。2戦目は墜落跡地。ここが一番私は好きなステージですね。何やら運営はさらなる宇宙マップを開発中みたいですが、宇宙でもいいから重力化にしてほしいな。ガンダムゲーだとやたら宇宙マップやらせたがるんですが、いろんなゲームで無重力マップ人気がないのになぜかたくなに無重力にこだわるのか。ここはユーザーと運営で噛み合ってない気がしますね。おいおいおい、イフリートおるやんけ。硬いタインで帰っていいですか。宇宙は重力化に、それと水中欲しいよね。水中と言っても本当に水中は多分面白くないので、水中機体が水中補正を得られる足だけ浸かる池みたいなのがあるといいんじゃないかな。ジャグローとかできそうだよね。ちなみに今週はハイボップの他にジム寒冷地仕様が追加されており、何やら超連射マシンガンが撃てるようで面白そう。そこのエフリート逃がし破天、ナイスちくわスナイプ、ショットガンになんて負けないもん。今週のアップデでついにテンゲルとガンダムが無課金落ちを求めやすくなりました。同時にハンマーも落ちたので、これで君もレッツムロックし、好きな機体引けてない人は悪いことは言わない。 DP 貯めときましょうねー。バズと違いリレーの速さで圧倒していくハイボップくん、やっぱ1対1ならそうそう負けませんね。ショットガン以外、イフリートがいなければ Y の点火やー、交戦中の敵 A を確認。プロガンさん、強いんだけど、正直1回よりは相手しやすく思える。5尺にもガンダムカラーのプロガン、出た出た。それにしても次のガシャは何だろうな。ハイボップ来たからもうアレックスケンプファー出てもおかしくはないけど、個人的にショットガンの使用感好きなのでケンプファー欲しいですね。あ、やばい、ジムストくんが乱暴されてる。我ながらナイスカッチング、感謝してもエウニアでしたかく。こちら最近の私のガシャ戦績なんですが、今回のハイボップが成し遂げだったので、現在3勝3敗3引き分け。次の戦いでガシャと私、どちらが上か白黒つけることができそうですね。支援からのチッチッ攻撃でもアーマーがヤバいんこ。まあ当てやすいし仕方ないね。デブが狙撃されるのはガンダムゲーの宿命。この距離でもバカバカ当てられちゃう。ほっほっほ。ちくわ大名人であるこの私を怒らせましたね。関係ない奴にこの代償払ってもらいましょう。やはりちくわは最強であったか。実は雑砂も相手にしたくない機体。なぜなら奴のマゼラトップは超よろけ。でもやるしかねえ。強行します。スピードを活かしてマゼラを外させるのだ。いや無理ー。やめといたらよかった。緊急回避間に合えー。セーフ。一旦立て直しですね。はえー。ハイボップじゃなかったらそんな機械スナイパー気祭りにあげるのに、むずず、悔しいです。やはりこの代償は関係ない奴に払わせなければ、高いね。ちくわをぶち込みたいところですが、射精物が多すぎる。しかし361番目の必殺を使えば全ての射精物を過去のものにすることが可能。食らうがいい。ジャンピング天空ちくわ剣バルカン一発を添えて、近く外からの攻撃に相手はなすすべもあんまりない。最後に一発だけ撃つマシンキャノンで哀愁も誘う完璧なコンボ。あんまりダメージ出てないとかそういうことに気づいてはいけない。終了。は
はい、ハイボップなんですが難しい機体やと思いますね。バズ打って下角するだけでよだめもりもり機体乗った後だとなおさらきつく感じる。この機体が進化を発揮するのは予定されているバズの修正が入った時かもしれませんな。それでは今回はこの辺でー。